しげしげチャンネル。どうも、しげしげです。本日も修羅の限界やっていきたいと思うんですけれども、1本目の動画で、初見、完全初見でラファエルまでで、2本目の動画で、メノアとの殴り合いまで。で、勝った動画はまだ上がってないと思うんですけれども、パーティーをいじることによって、だいぶ勝てるようになってきましたので、本日はパーティーをご紹介したいと思います。はい。ですね、まずリーダーがダンテ。これは変わらないかな。あ、変わったか。アシスト武田にしてあります。武田のスキルマにしてあります。で、サブ。これがね、めちゃくちゃでかい。バレンタインソニアなんですけども、素でマシンキラーと無効貫通3つ持ってます。で、聴覚性をスキブプラスにすることによって、ここ前ダンタリオン入れてたと思うんですけど、スキブ4の枠はそのままに火力めちゃくちゃ上がったっていうのと、あとスキルがこれロック解除の火闇陣からの回復3つ絶対作るっていうやつで、それもね、目の後の殴り合いの中でロックしてきて回復欠損っていうのが一番負けるパターンだったかなって思うんですけども、それを対策することができます。で、ポロネに関しては、毒目覚め耐性がついてたやつを使ってたんですけども、毒目覚めでちょっと大変だなっていうのが、妖遊のところしかないので、遅延耐性のものにしてあります。遅延耐性もそんないらないかなって感じはしますけど。はい、で、頂点性アマテラスはそのままかな。はい。で、グランディス、マシンキラー2個振ってきました。遅延耐性ね、最初ちょっと遅延食らっちゃうんですけども、結局ルシファーで3ターンだっけか、なんかパズル教室みたいなのがあったりとかで、言うほど影響はないというか、重くはないので、2個振ってあります。で、フレンドさんのレムなんですけども、今回はこの泥強4つとチーム HP 強化のついている武器にしてあります。で、マシンキラー2個振っていただいております。これが一番無難かなって思います。そのね、一回で変身できなかったとしても、こっちのね、遅延耐性4ついてるダンテの方が変身できれば、変身して抜くことできるので、はい。で、それでルシファーでパズルしてる間に、レムーが溜まって、その次のフロアでね、絶対闇花火の状態から始まると思うんですけど、それをレムーの火回復の二色陣で突破していくみたいな感じを取ることができます。ちょっと前置きが長くなってしまいましたが、やっていきましょう。ここはもう火6個あるので6つなげで殴っていきます。もうすごいね、すごい刺さるんですよ、このバレンタインソニアが。しかもこのメノア変身するんですけど、変身した後闇のメノアだったら悪魔キラーもマシンキラーもどっちも刺さるようになるので、だいぶ楽になります。これはちょっとコンボで軽減かけましょうか。いや、まさかね、バレンタインソニアがここでこんな一気に強くなるというか、ぶっ刺さるようになるとはって感じですけども、はい、とりあえずこれ大丈夫でしょう。で、1,2,3,4,5,6,7、レムー使おうかな。レムー使って、はい、指伸ばして、これでいきます。火が消えちゃう。はい、OK。ルーレットのパズルが下手なのはご容赦ください。はい、とりあえずこれで半分切るぐらい。もうちょっといってたら8キロ食らってたんですけど、大丈夫ですね。そしたら倒しきりましょう。グランディスオン。だいぶ刺さるでしょ。これは潜在のマシンキラー振ったのもそうなんですけど、ほぼほぼね、もうバレンタインソニアの力ですよ。力こそパワー。いきましょう。変身後誰だろうな。木のソニアが一番やばいですね。火だ。火は水吸収の火初めてかもしんないな。90% からの水吸収かな。水吸収で、あ、それぐらいか。そしたら、とりあえず盤面に6個あるので一旦6でジャブ打って、ジャブして、あ、ちょっと斜めが全然入らん。 OK。 ジャブして、水吸収は引っかかる要素がないので大丈夫ですね。
12345 5だし、まあ変換どんどん使っていきましょう。武田撃ちます。よし、向こう貫通行くぞ行くぞ行くぞ。これどうすればいいんだろうな。回復が上がっ、3つながってる。まあいっか、おぼかさん入って7いけばねバッチリなんで。いい感じに入るっしょ。これとてもいいよね。グランディス打っちゃおうか、ソニアで行くか。ソニアでもいいな。で半分切ったらグランディスで多分もういける気がする。はい、これめちゃくちゃ強いっす。で5万回復もついてるからね。そう、スキルめちゃくちゃ強いっすよこれ。この回復するのとしないのめちゃくちゃ違うんで、もう、あー違うんだよな。ちょっと直しに行くか。いや、リスキーだったわ、リスキーだったわ。危ねえ、危ねえ。よく言ったな、自分で言うけど、よく言ったな今の。はい、半分切りました。もういけんじゃないこれ。もう一発ちょっと普通に殴っとこうか。さすがに舐めすぎな気がしてるから、列で軽く殴っといて、あ、回復4にしとこう、念のため。あー、斜めが入らん。斜めって入る日と入らない日結構分かれてません？どうしようかな。まあ、次ダンテ来るし、一発もらおうか。これ6個つなげないやつの、つなげないやつのもらうやつ。はい、これで。ああ、ここで来たか、2倍来たので、じゃあもう倒しに行きますよ。グランディスオンして、盤面に12345678910でしょ。ダンテ使ったら5個できるから14になるでしょ。9号か。非9号で行きましょう。9号。9号。9号で行きましょうと言ったものの。まあ、ノリで。ノリ、ノリか。ん？あ、9号。あ、これだね。1余り。さあ、いけ。9コンボ、10コンボ、運び、おー、オッケー、完璧っすね。いや、バレンタインソニアマジで強い。で、そうだ、アシストの話もしてなかったんですけど、このバレンタインソニアについてるのが月島花の武器でして、これ奇形源とかね、本当にね、1個でも2個でも超変わって、これソニア持ってるじゃないですか。で、ポロネにアシストしてるアンナも持ってるので、これで 14% 軽減ですよ。メノアとの殴り合いがだいぶ、14% って結構でかいんで、だいぶ楽になります。まあそんな感じなんですけれども、さっき言ってた闇メノアと戦った時の動画残っておりますので、最後に付け加えておきたいと思います。レムーダンテで挑んでる方はぜひバレンタインソニア編成してみてください。ということで本日は以上です。さよなら。